知恵の輪。どうも、ババキリウタでございます。今回は2021年4月30日に発売した PS5 専用ゲーム、リターナルのクリア後レビューをしたいと思います。それでは早速ですが、まずはこのゲームを一言で表したいと思います。人物の旅、ダクトフォルムステージをクリアして徐々に疲れが止まらぬ、ご内の TPS。となりました。ではなぜこう思ったかを今から3つの要素で説明していきたいと思います。ではまずは1つ目、ストーリーからいきます。ストーリーは謎の惑星アトロポスに不時着してしまった主人公セレーネが、そこで落ちていた自身の死体たちに驚きながらも、その惑星にある真実を探すといった内容で進んでいきました。演出はホラーであり、クトゥルーフ神話を彷彿させる作りとはなっていたものの、ストーリー自体の真相の部分は他ではあまり見ないようなあっと驚くようなものになっていたので、非常に面白いと思いました。また今作は若干メタ的な演出も取り入れていたため、そういったところもなかなかに面白い演出だと感じました。ループものの作品は大体ストーリーが面白い感じがありますが、ただ今作は他ループ作品よりもより面白い作りになっていたと思います。ゲーム内容自体は難しいですが、ぜひとも見てもらいたいストーリーであります。では続いて戦闘について話します。戦闘は TPS とは言いつつも、基本的な作りはどちらかというと、余計ゲーといった感じで、エイムを合わせること自体はそこまで難しくはなかったけども、敵の弾を避けることに関しては非常に難しいゲームとなりました。また今作は敵に倒されると、ほぼ全てのステータス強化とアイテムをロストし、ステージ1からやり直しという作りとなっており、そういったところでもかなりの難しさを誇るゲームとなりました。感覚としては、一昔前にあったローグライク RPG、風雷の試練のようなゲームの TPS 版といった感じはあったのですが、ただ今作は考えて行動するというよりは、プレイヤースキルを試されるといったゲームだったので、そういったことが苦手な人には本当に厳しいゲームになったと感じました。特に今作のステージ3では、ゲームバランスが崩れたのかと思うほど強力な雑魚敵が登場したため、そういったところで積む人はかなり多かったのではないかと思いました。ただその分今作は後半は非常に簡単に感じる難易度となっていたので、そういったところはこれまたバランスが崩れているようにも感じました。個人的に今作は戦闘の操作性はドゥームのように面白いと感じたのですが、ゲーム内容である一度死んでしまったら最初のステージからやり直しといった仕様は正直好きになれませんでした。時間を無駄にしている感じがものすごくありました。なので今作は TPS やアクションに相当な自信がある人以外は全くもって楽しめない作品だと思った方がいいかもしれません。ちなみにこれは補足ですが、今作はセーブという概念がないため、途中でゲームをやめると死んだ扱いとなり、また一からやり直しということになったので、そういったところも注意が必要となります。あと今作は最初のステージでよく扉が開かなくなるという致命的な進行バグが多発したので、そういったところも非常にしんどいゲームだと感じました。もちろん進行負荷バグが発生した時は全てのステータスや武器を捨てることになるので、かなりきつい感じがありました。以上、この作品は5月3日にアップデートが入ったので、もしかしたらこのバグは解消されたかもしれませんが、ただ気をつけるに越したことはありません。では最後に3つ目、探索やり込みについて話していきます。探索はランダム構成されたステージを攻略しながら、様々なアイテムを得て、プレイヤーを強化するといったことに、さらに、取捨選択というものが非常に重要になるような探索となっており、危険を冒してでもアイテムを取るのか、それとも弱い状態で探索をするのかを常に考えさせられたので、ものすごく深い探索ができたとは思いました。ただ、その分今作はランダムステージとは言いつつも、ただ単にフロアの配置位置を変えるだけの処置を取っていただけだったので、そういったところは何度も死ぬことが前提のゲームなのに、残念だなぁと思いました。あと今作はゲーム自体が手探り感覚な作りとなっているためか、一部のアイテムがどういった用途で使えばいいかわからなかったので、そういったところも注意しなければならない感じがありました。ちなみに今作のやり込みですが、こちらはチャレンジミッションのほか、新エンドに向かうための周回要素などが用意されていました。ということで最後まで話したのでまとめに入ります。良い点悪い点を知りたい人はどうぞ。
個人的に今作は二度目をやりたいかと言われると、正直やりたくないゲームとなりました。ストーリーは良かったのですが、ゲーム内容自体はどうも好きになれませんでした。ちなみに今回私がこのゲームをクリアするにかかった時間は、24時間6分でした。TPS が得意で、このゲームの容量が分かっている人はもっと早くクリアできると思います。ということで今回はここまで。それではまた。さらだ。